3月10日木曜日の全国の天気をお伝えします。高気圧に覆われて広く晴れるところが多くなりそうです。昼間は気温が上がり、東京や大阪は14度、名古屋が15度、福岡は17度まで上がる見込みです。また北日本でも仙台が10度、札幌が7度と春を感じる体感となりそうです。一日の気温差にお気をつけください。また西日本や東日本では春の陽気に誘われて花粉の飛散が多くなる予想です。対策は万全に行いましょう。北日本ではさらに融雪が進む予想です。落雪や山沿いでは雪崩の発生にご注意ください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。